久保さん。今回、ステップメールの仕組みとかにしておきましょうか。ステップメールの仕組み。まあ、散々ステップメールを何万通書いてきたのかわからないですけども。<laughs> 今ね、僕、ステップメール作ってないんですよ。うん。基本的に今日書いて。まあ、予約投稿はしますけど、あの、まあ今日もね、予約投稿18時に。まあ、これからちょっと書こうかなと思うんですけど、書いて。 まあ18にセッティングしてメルマが送りますけど、まあ基本的にその何つ、10つ、20つ、30つみたいなステップメールはもう書いてないんですよ、僕。で、なんでかっていうと、まあ書かなくてもいいってことになったってことですね。別にステップメールを書かなくても稼げるっていう話ですね。うん。で、僕が最終的にまあこれ極地なんですけど、行き着いた答えっていうのが、ステップメールを ステップメールに依存すると、うん、稼げるスキルが落ちるってことですね。ステップメールに依存すると稼げるスキルが落ちると。それはそうですよね。だってステップメールセッティングするじゃないですか。自動で売り上げが上がるじゃないですか。だからそれ以上向上しようと思わなくなっちゃうんですよ。人間って怠け者なんで。うん。だから日々、まあブログもね、僕あの、まあ、 毎日か、基本的に毎日、今日の、あの、書いてるんですけども。まあもちろんたまにその、なんだ、スケジュール感で、まあちょっと、まあ販売プロモーションが続くから、まあそこに集中したいから予約投稿するとかはそういうのはありますよ。スケジュール感の問題で。まあ移動があるからとかね。でも基本的に日々やります。まあこの動画もね、久保さんとのワンツー動画なんか予約投稿できないですよね。帰ってきたら返すなんて。<laughs> そう。 だからなんだろうな。あの、とは言ってもね。とは言っても僕は、あの、ステップメールの講座作って売ります。売ったりとかしてます。うん。それはなんでかっていうと、市場にニーズがあるからです。市場にニーズがあるからです。だから売ります。はい、僕はビジネスやってますんで。うん。だからなんだろうな。うーん ま、今回ね、ブックメーカーの商品売ったんですけども、ブックメーカー僕やってなくても市場にニーズがあるから売ります。はい。まあ、単純に情報は、YouTube できません。顔さらしたくありませんと。あの、顔出しと顔出し、顔出ししなくても稼げますかみたいなね。顔出せよと。 久保さんの僕が好きだったのが、いや、あんた顔出しして生きてるでしょみたいな。コンビニに行くとき顔出ししてるんじゃないですかと。不特定多数にどれだけ見られてるんですかみたいなね。まあ、あの、返しがすごく好きなんですけど。顔出し。ね、久保さん。顔出しして生きてるよ、と。生まれた瞬間、子宮からね、母ちゃんの子宮からこう出てきたときに顔出てるよ、みたいな話で。<laughs> うん。だからなんかね、ま、いろいろ勉強していく上で、 一番何を身につけた方がいいのかっていうところを、うん、まあ考えていくといいんじゃないかなと。なんかほとんどの人はね、日々やるっていうことがめんどくさい。日々やるっていうことが、うーん、嫌だ。うん、みたいな。だから自動で稼ぎたいと思ってるんですよ。だけど、日々やることが楽しくなる。日々スキルアップすることが楽しくなる。日々向上することが、あの、 間違いないよねって、もし思えるようになれば、日々やりますよ。日々、日々鍛錬するというかね。うーん。なんかあの、まあ、し人生は修行みたいな話なんで、僕はね。うん。だからまあ、これは、なんだろうな。筋肉とかもそうだと思うんですけども、年取るとね、年取ると何やると思います年取るとトレーニングするんですよ。なんでですか筋肉落ちつ、あの落ちてるからですよ。歩けなくなるからですよ。 ね、でも日々トレーニングしていれば別に大丈夫になるんですよもちろんその限界値はありますよ限界値はあるんだけどもあの日々やっていればあのそうはいざらないってことですよねうんだから筋肉も使わなきゃ落ちるとだから寝たきりで3ヶ月4ヶ月だったらまず立つリハビリから始まると思いますけど今まで普通に歩けてたのにずっと寝たきりだと歩けなくなるっていう だこれはまあ結構言うんですけど「ドラえもん」のねあの映画かなんかで未来人の話があって僕すごくこれなんか印象深くてねなんかあの記憶にグさっと刺さったんですけどあの未来人が来てねで未来人はそのちっちゃい宇宙船に乗って移動するわけですよでのび太くんが「何で君はその毎回宇宙船に乗ってんのそれ,それ乗ってんの?」みたいなで未来人は言うわけですよね 未来の人たちっていうのは、こういう宇宙船便利なものができたから、歩かなくなっちゃって、退化して歩けなくなっちゃったんだ、みたいな。のび太くんが言うわけですよね。いや、未来って、なんか便利なのか不便なのかよくわかんないね、みたいなね、<laughs> 話をしてて。なんかね、そう相当、本当、幼少期見たと思うんですけど、すごくなんか、心に刺すものがありましたね、何かし、らか。で、いまだにこの話をするっていうね <laughs> う。だから使わなければ衰えるってことですよね。 うん、だから日々やっていくっていうことが大事なんじゃないかなと僕は思いますけどねでも市場ニーズとしては日々やりたくないっていうニーズがあるのでじゃあこういうのありますよみたいなのも提案するしね、まあ、ステネットビジネスだったらステップメールっていうのもありますよと使うか使わないかあなた次第ですけどでも,使いでも僕の状況と久保さんの状況とサラリーマンの、まあ、仕事されてる人の状況はやっぱ違いますから時間がない。 まあ久保さんと僕は時間結構ありますから朝方こんなやり取りもできるし <laughs> まあ普通だったらねあの限界まで寝たいし起きてねすぐシャワー浴びてスーツ着てね出社みたいな話なんですけどそう今ちょっとね久保さんあの散歩してきたんですよで散歩してきて <laughs> まだ日が上がってなくてねもう一回散歩してこようかなみたいな。 じゃあ本当はね、あの、散歩中に動画を撮る予定だったんですけど、あの、日が上がってなくて、まだ。5時はまだ日上がってないですね。暗すぎて動画撮れないなっ、つって、ちょっと戻ってきたんですけど。そうもう一回行けるな、みたいな散歩。まさかの散歩二回目みたいなね。ちょっと朝日は浴びたいんですよ。最近日が、 まあ5時は日登んねえか。でも夏とかだったら5時ぐらいから明るくなるんじゃないですかね。まあちょっと久保さんと僕のポジショニングとね、あなたのポジショニング違うので。だから時間がないんだったらネットビジネスで言うならば、なんだあステップメール作ればいいだろうし。うん、別にそれは悪いことじゃないので。うん。で、あと、えー、FX の自動売買ツールですよね。別にこれも使えばいいだろうし。ーエーとかね。でも、はっきり言って、まあ、 あの、ほ、なんだ、えー、本物は限りなく少ないですね。まあ、一部はありますよ。一部は。ただ、その一部ですら絶対ではないんですよ。いいものはあるんだけど、絶対ではないんですよ。全部の相場にリカバリーできるツールっていうのは、あの、なかなかないですよね。うん。そんなツールがあったら、ウォーレン・バフェットも使い,使いたいですよね。 うん、だからいいものはあるんだけど、一部いいものはあるんだけども、あのー、なんだ、全部はリカバリーできないと。でも、裁量であるならば、リカバリーはできるんですよ。なぜならば、手動が入るんで、手動なんで。うん、でも、その、自動だと、ロジック通りなんで、そこら崩れると、もう、おじゃんなんですよね。だから、結構、その、 まあよく自動売買ツールでよくある話なんだけども最初の数ヶ月もう利益出してるわけですよでもいきなり相場が反転した時にそのロジックからその外れちゃってガーン行くっていうねであの失うっていうこれまあかなり多いパターンですよねうんだからまあ一番いいのはやっぱ自分の稼ぐスキルをつけるっていうことですよねでもし自動売買ツールをつ使うんであるならば まあ、いいものに出会う。で、いいものに出会って、なおかつ、自分の許容範囲で運用するっていうのがいいと思います。多くの人は失敗パターンは、数ヶ月、おっ稼げたぞつってね、入れてくんで、入れてくんで、で、おじゃんっていうね。まあ、これあんまりね、久保さん、掘り出して、掘り出したくない話かもしれないですけど、例のやつに関しても、久保さんがね、 あの、自己は、あの、自己責任、あの、余剰資金でやってくださいね、みたいに言ったんだけども、あのー、最初いい思いしちゃったからね、ドカン入れてドカン行く、みたいなね。それでなんかいろいろあったっぽいですけどね。あの、500万返しました、みたいなね。なんか昔言ってましたけど、すげえな、みたいなね。<laughs> うん。まあ、そんな感じで。まあ、なんだろうな。 いろいろやってみて、まあ何がこれ間違い間違、自分の中で間違いないなっていうものを見つけることが大事じゃないですかね。うん、僕はまあいろいろやった結果、日々やるっていうことがもう間違いないなと。日々筋トレをするっていうのが、日々筋トレをする、日々脳トレをするっていうのが、年はとりますから、うん、衰えていくんで、うん。で、日々スキルをつけながら、プラス、その、 他のそのお金を使ってお金を増やすっていうところの運用資産ですね。運用っていうところも勉強しつつ、でもトレーニングはしっかりしていく。そこに依存しないっていう、ここに依存しないっていうのは大事ですね。依存しちゃうと怠けるんで。だから、ここは担保しつつ、スキル向上は担保しつつ、いろんなところに収入の柱を作っていくっていうのが僕はベストだと思いますね。うん。だからなんだろうな。あの、 ま、すごい人たちっていうのは、ソフトバンクの孫正義さんとかも、未だも、はい。で、あの、久保、あの、まあそ、孫さんとかもね、もう結構年取ってるんだけど、めちゃめちゃ若いわけですよ。もうガンガンやってるわけですよ。いろんな事業を。だから成長するし。うん、あの年でよくあんだけチャレンジしていくよなとは思うんですけど。うん。だからなんか、 本当の成功してる人たちっていうのは、あー年取ってもなんか、なんかやってんすよ。うん、だって、久保さんも隠居ブランディングしときながら人より動画撮ってるんじゃないですか。隠 <laughs> 居ちゃうのみたいなね。隠居言うときながら人より相当動画撮ってますからね。<laughs> だから、久保さんがその伝える力だったりとか、トークスキルっていうのは落ちないですよね。 まあ、最近商品はあんまりガンガンセールスしてないんで、セールス力は落ちてるかもしれないけど、人に何かを伝えるっていうことに関しては、あの落ちてないですし、逆に上がってるんじゃないですか。だから久保さんはパッとね、セールスしたら多分すぐ売れるだろうし。うん、であと日々発信してるんで、そこに信頼も溜まってるしね。うん、だ僕はその、ずっとゴーストライターで十何年やりましたけども、 あのー、まあ、トークをやっていなかったなと。全然その喋る、伝えるっていう、自分の言葉で、自分の口でこう伝えていくっていうのを全くやったようなはなかったんで、コピーは書けるようになったから、今度は、じゃあ喋る、伝える。じゃあこの自分の言葉で伝えることができれば、まあ、飯は食っていけるだろうと思ったんで、まあ、動画を一択張りでやってますけど、でもそのおかげで今は、 吉谷さんの動画見てます。毎日見てます。っていう人が増えてきて、で、まあ、ある一定の人がしっかり商品買ってくれるようになりましたし、そう。だから、吉谷拓郎の動画はうん、その人のモチベーションみたいな。<laughs> そう、多分、久保さんのね、ファンの人もそうだと思うんですけど、久保さんの動画がモチベーションみたいなね。 でも僕は別に有名じゃないし、チャンネル登録100万人もないし、ヒカキンでもないし、影響力そんな全然ないし。だけど、ある一人にとってはすごく多大な影響力があるというところですよね。そこに行けましたよ。だから最近はちょっと楽になりましたよね。そういう、その数がちょっとずつその、積み、積もってるんで。まあこれからもつあの積もらせますけどね。どん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 ,どんら楽になるというかね。うん まあいろいろ申し上げましたけど、なんだろう、うんうん。自分の中で絶対を見つけるっていうことは大事なんじゃないですかね。うん。これは必要だよねっていう。これは絶対生きていく上で、お金稼いでいく上で絶対あった方がいいよねと。まあそもそもその伝えるっていう力に関しては、リアルの会社でも一緒だと思うんですよ。 部下に何を伝えていくのか、上司に何をどのように伝えていくのか、プレゼンテーション、会社の会議でどのように自分の意見を伝えていくのかっていうのは、めちゃくちゃ大事じゃないですか。か僕も相対的に考えたわけですよね。ネットビジネスとかね、ネットでどのコンロじゃなくて、その相対的にそうだよね。だからあと、N 国党の立花さん見てもそうだし、あれもその伝える力がなかったら、コピーがなかったらね、NHK をぶっ壊すっていうあのキャッチコピーですよ。あれもすごいなと思いましたけど、 youtube で当で当選すよもう時代はもう本当に変わったなと思いますし、まあその時代のテクノロジーをうまく活用するためにはやっぱ伝える力があった方がいいなと思いましたし、うん、逆にこれがあれば無双だなと思いましたし、あなたはどう思うかわかんないですけどね、いってらっしゃい。